こあるいは水は、中華人民共和国を流れる川の一つで、洋湖に流入している、長江湾の支流、江生省を南北に貫く江生最大の川である。江生省の別名はこの川に由来する。長さは7 5 1キロメートル。南昌市を流れる高校は、古代には、または、赤とも書いた。はたより、前の時代には、こは、洋館と呼ばれ、館内には、 湖間と呼ばれた。水という名の書室は、三海行の巻十三、海大統計で、水は、上都山より出て、東北に流れ、大沢の西に入るとある。港という名の由来には、諸説あるが、主要なものには、小三次合流説と巨人説がある。小三次合流説小三次合流説は最も、一般的に流布している説である。厚生上南部の山地を流れる。 小水と三木水という二つの川が、関州市で合流志向となっている。このため、左に小のあざ、右に三木の字を組み合わせて、の字が生まれ、これが展示、になったとする説である。この説の問題点は、の字は、新代以前に出現している反面、の字、巨人説、巨人とは古代中国の言い伝えで南方に住むと、されていた巨人である。 三海魚の中の海内郷に所出し、南方には巨人があり、人面をし腕が長く、体は黒くて、毛が生え、かかとは反り返っているとある。信代の各博による三海魚への中では、今の甲州、南安市郡には、深い山中には、このようなものが住んでいる。南安市には現在は水があり、この人たちが住んでいることからこの川の名がついたとある。甲は 関州市匠三木区で二つの支流、すなわち東の三木水と西の小水が合流して生まれる。河野東の水源は岩城県の部位山、吉暮れである。最初は面水と呼ばれ、瑞金市を流れる。海昇県で小水と合流して三木水という名になり、宇都県、県区、小三木区へ流れる。この川の水源が河野水源地とされている。西の源流である。 小水は高市義県の城登山、城芝道を水源とする。大甘利県、上直県、南安市区、県区、小三区区と流れ、小密区の八境台で三木水と合流し、ここから、甲と呼ばれるようになる。小密区で合流した、甲は曲がりくねりながら、北へ流れ、万安県、安和県、吉安県、吉州区、西源区、吉水県、海港県。 新関県、楠木五木市、豊吉市を経て、南昇市の新し県区、南昇県に入り、四つに分流して、洋湖に流入する。関州市までが上流で、山地の中を縦横に走り、支流は非常に多い。主要な支流には、小水、蓮光、梅郷、平江、桃江、上直江などがあり、小水、または三次水に合流している。関州から、 新幹県までが中流である。関州市から万安県までの区間では、川が、水イは、上なお山地を貫いて流れているため、峡谷と、急流が多かったが、万安水力発電所のダム建設で、急流の、ほとんどは水没した。万安県から下流では、川は、吉原盆地に入り、川幅は広く流れも、緩やかになる。中流での支流には、ココ 食水、野木水、露水河など、比較的大きな川があり、水量もここで増大する。吉水県から新幹県までの区間は、武甲山脈の死脈を貫くため、長い峡谷になっている。新幹県から先は、下流で、山は後ろへしじぞき大きな平野となり、川もも幅広くなり、流れも、非常に緩やかである。塩水及び面河がこの区間での、主な支流である。 高流域の気候は温和で雨量は十分にあり、年平均降水量は1400ミ、mm、リメートルから1800ミ、mm、リメートルに達する。高の都市平均流量は687億立方メートルで、高河よりも多い。ただし1年間の雨量分布は均等ではないため、水量の少ない時期もあり、また川床は浅いため、水分は中流、下流にほぼ限られる。マンンダム建設後は、 水量不足も改善され、本流では1年を通して100トンから300トンの貨物船や客船が航行できる。満安水力発電所は最大出力360万キロワットで、現在構成最大の発電所である。構成省、関東省の両省を東西に隔てる南嶺山脈の、うち、河の上流部には、大峰という山脈がある。この山脈を超える、ありがとうございます。